はい、それでは始まります。今日は西宮市山口町船坂にある御財道屋明恵さんをお尋ねしました。古民家についていろいろと聞いてみたいかなというふうに思ってます。明恵さん、今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ということで、本日のゲスト、株式会社御財道屋明恵哲夫さんです。私不動産いろいろ触ってる中で、中古住宅ですね、中古住宅っていうのは、建物は、まあ、築年数何年っていうことで評価してきたんですけども、明恵さんのようにですね、このように古民家っていうものの価値っていうのは、今はまだ私自身が、分かっていない部分があるかなというふうに思います。ちょっとそこでその話をお伺いできたらなと思っています。なんで明恵さんはこの古民家っていうものに携わろうと思われたんですか？携わるのは知らない間に携わってたっていうのは正直なところです。本当に本当に。だからまあ僕は建築勉強して、なんかまあ木造もうやることもなくて、なんか自分で家建てたいなみたいなところからですけど、高校生の時にね、何かやりたいって。で、木造が好きで木造勉強しようと。で、まあ木造追求して勉強しようとした時に、阪神大震災ありますよね。で、被災して、たくさん人が死んだんじゃないですか。亡くなる子なりとかなって。で、安全な木造って何だろうって思うじゃないですか。で、それでまた勉強して、まあいろんな今の工法の建物、在来のところから上級住宅になっていくでしょう。そこからそういう勉強をしていって、一通りが建てるような設計できるようになったなと思ったところで古民家に出会うんですよ。古民家に出会って今までの知識を全部捨てないといけなかったんですよ。真逆の世界だった、そこにこう引き込まれていった、一つは固める方法、一つは揺れる方法、だから水と油で、だから建築基準法とかそういうの全部一回してて、学生と一緒に一から勉強、でそうするとどんどんこう古民家の凄さを知って今現在に至るって感じですよね。私の思うところでは、まあ、建築基準法のこともありますけれども、鉄骨の家であったり鉄筋の方が強いんじゃないかというふうに思っているんですけど、それと、まあ、木造で建てるにしても、まあ、釘を金物ですよね、そういったものを使ってガンガンに固めていく方が、まあ、阪神大震災にも、もっと耐えれてたんじゃないのかなというふうに思います。硬いと強いっていうのは、まあ、子供でも分かりますよね。とっても分かりやすいです。おそらくね、まあ、1000年以上前ですかね。一回、日本人は固めてると思うんですよ、家を。固めても固めても壊れて。で、揺れる方法を、編み出したと思うんですけど。まあ、もう一つね、コンクリートガッチガチにして、鉄筋でガッチガチにして、壊れないでしょ。それは家壊れないんですよ。でも、中の人死にますよ。今回のトルコの地震も、あれは、ちょっと建物が長なりますよ。あれは建築基準法がちゃんと守られてないというのがあるんですけど、まあ固めたら、まあ家壊れないから大丈夫ですから、鉄骨正しいと思うんでしょう。でも、じゃあ箱の中に、温玉を入れて揺らすようなものですよね。そしたらどうなりますか？一本玉暴れまくるんでしょう。そう、だから、テレビだと。し、タンスが足りないし、地震 の加速力そのまま伝えちゃうから、地震だから中の人が圧死してしまう。でも古民家はこういう揺れだから、そういろんなものが飛んでくるとか、そういうのはなくて、何が一番大事かって言ったら、建物が壊れるじゃなくて人が死なないことなんですよ、それも古民家ので知った一つの魅力ですね。